どうもこんばんは、星野源です。深夜1時だと思うんですけども、私今喋ってる時間としては12月4日の、夕方、まあ、4時ですね。そうですね、2本収録の2本目でございます。先週の放送は1本目に撮りまして、まあ、昼過ぎだったんでね、お眠状態でしたけれども、2時間喋って今割と元気を出しつつあるところ、一本目のね、その先週の分が収録を終えたところで、ここはね、ちょっといつも使ってる生放送のスタジオとちょっと違うところで収録が多いスタジオなんですけども、ちょうど窓があってね、その窓の外に、ちょうどこう隣のペニンシュラホテルがあるんですよ。で、ペニンシュラいいな、泊まりたいな、なんて、いつも、トイレもね、同じ方向で、トイレのこう小便器の上が空いてて、そこの向かいが、なんつうの？ペニンシュラーホテルなんですよ。だからいつもおしっこしながら泊まりてえなと思うんだけど、このスタジオの、その窓のところはちょうどね、プールなんですよ。で、プールは結構ね、ガラス張りでガーンつってよく見えるんだよ、プールの中が。で、一本目の収録終わったら、こう僕の目の前の作家のテラちゃんが、ワッフルに人がいるっていう、つぶやいて。あ、そうなの？つって。で、見たら、俺もちょっと覗いたの。そしたら、女性の人二人がね、なんかすごい高級そうな飲み物みたいな感じのものを、なんか持ちながら、まあそれはちょっと俺あんまりはっきり見えてないから、持ってたかどうかちょっと定かでないけど、すごいなんかセレブリティな雰囲気で、なんかこう、なんつうの、こうチェア？そのいわゆるプールサイドチェアみたいなのにこう寝そべりながら、こっちに向かって指さして爆笑してたの。え、俺たちバカにされてる？その、でもさ、星野源だってことじゃないね。俺が見た瞬間に笑ってたから。なんぞ、なんかこの、働いてらーみたいなことなの。なんていうか、あそこの人たち働いてらーみたいなことなのかな。いやー、羨ましい。ねえ、この、だから昼、また3時過ぎぐらい、3時半ぐらいですよ。3時半ぐらいに、プールでね、のんびり、こう、チェアに座って、こう、いいですね。羨ましいですね。だから、やっぱこう、もう、来年のね、目標はもう完全にプール放送ですよね。プールサイド放送ですよね。ナイトプールってことですよね。ナイトプールって前なんかよく言ってたけど、やっぱね、コロナもあって、なんかよくあんま喋ん、みんな言わなくなったけど、まだやるんだろうか。ね、やってんだね。いやー、なんかあれでしょ、すごいアゲアゲな音楽とかかかってんでしょ、でーってってってみたいな。そう。そういうのが後ろから聞こえてくるんでしょ、ラジオの生放送中。俺のたり、でもちょっとやりてえな。公開生放送。公開ナイトプール生放送はちょっといいよね。リスナーたちがさ、水着を。チンチン隠し芸大会の猛者たちがね、招待して。誰も来ないだろうな、そんな公開収録。なんかさ、こう、ラジオ、深夜ラジオリスナーとやっぱりさ、水着ってちょっとこう、やっぱりね、水着になりたい人はそんなに深夜ラジオ聞かなそうだもんね。そんなことない？なんとなくなんだけど。いや、だからナイトプールとかさ、行ったことある人は少ないんじゃないかしらと思って。ちょっといる全然行ってますよって人がいたらメールくださいよ。今日ちょっと収録なんでね、リアルタイムで読めないですけども、ちょっと今後の、ナイトプール生放送に向けて、これね、やっていきたいですよね。あと、まあ本当に前から言ってますけど、こう海外からのね、生放送とか、結構他のラジオは皆さんやってますから、そうね、やりたいですし、あとはまあその南国とかね、あとはこう、前もなんだっけ、メールとかくれましたけど、星の矢的なリゾートからの生放送もやりたいし、最終的にはミキサー大沢さん力生放送はやっぱやりたいですよね。いやー、悔しかった。もうプールの人に爆笑されたのは、くそ。もう、いいな。休みてえな。全然休めないのよ、もう年末年始が。忙しくてね。
そうなんですが、仕事、今ね、これを、まあ、放送してるときは多分僕は眠っているか、まだ仕事してるか、どっちかみたいな感じだと思うんですけども、かなりちょっと年末になってスケジュールが詰まってきましたのでね、今日もちょっと収録にさせていただくんですが、本日のゲストは、シーソンヌのお二人ということで、この後来てくれます。非常に楽しみにしております。ジローさんが吹き下ろしてくれた星のブロードウェイもやります。で、何が気がかりかっていうと、僕含めて3人だけらしいんだよ。その、出演するのがね。いつも星のブロードウェイっていうのは、練習をしないで、ぶっつけ本番でやるんですけど。だから別に読み間違えても、ゲラゲラで終わるし、いいんだけど、なんていうかその、やっぱり、ちゃんとした人が書いて、わざわざさ、その、二郎さんがわざわざこの本当に忙しいであろう年末のスケジュールの中で書き下ろしてくれて、オリジナルを。それは言い間違えられないっていうプレッシャーがありますね。しかも3人しか出ないっていう、その、俺がいつもね、こう、慣れ親しんでいる素人たちが出ないっていうのが、ちょっとこう頑張らないとなと思いつつ、非常に楽しみにしております。今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。本日はこの後シソンヌのお二人が来てくれて、ちょっとトーク、そしてラジオコントといいますか、やらせていただきます。でもぶっつけ本番、練習なしという、もうリスキーでございますが、でも楽しんでいきたいと思っております。で、なんで今回ね、シソンヌの2人を呼ぶかというと、単純に話してみたかったっていうね、感じなんですよ。 NHK のライフという市村さんのコント番組に出させていただいてた時に何度か共演をさせていただいたんですが、なんて言うんでしょうね、まあ、僕もシソンヌの2人もこうガンガンに話していくタイプではなかったので、現場でもそんなにお話ししなかったし、でも僕はもう勝手にテレビの中で活躍を見たり YouTube を見たりとか、そういう風にこう勝手にウォッチをしていた。で、そんな中でいつの間にかインスタグラムでお互いフォローしていながらも DM のやり取りももちろんしないみたいな、なんとなくそっと投稿を見るという絶妙な距離感の中にいまして、なんかいつかシソンヌのお二人を招いて、まあ、だらだらとお話をしてみたいなというのは前から企画では出してたんですけども、今回年の瀬ですが、ついに叶いまして、なのでどんな感じですかみたいな話を、最近どんな感じですかとか、あのコントやってた頃どんな感じでしたかとか、なんかあのね、スライフの頃とか、なんかそういう思い出話をしたり、でもあんまり思い出もないのであのだらだら、どんなか今どんなものが好きですかとか、そういう話をしていきたいと思っております。さあ、それでは本日の1曲目、先週はね、まあ、眠かったということもありアゲアゲの曲でございます。で、今日一応あれ曜日として今日曜日か、週末と言っていいのかちょっとわからないですけども、あの週末感がちょっと個人的にはあるのでね、この曲でちょっと上げ上げにスタートできたらと思います。星野源でウィークエンド。お送りしたのは星野源でウィークエンドでした。それではこの後シソンヌの二人が登場です。星野源のオールナイトニッポン、この番組は AK レーシング、日本外資、三和シャッター、井出光興産、昭和産業、宇部興産、ワンカップ大関、池田東華工業、au 自分銀行、イーチコ下町のハイボール、ネットフリックス、 UCC 以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。
送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポンをお送りしております。早速今夜のゲストにご登場していただきましょう。シソンヌの二郎さん、長谷川忍さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、お会いするのはお久しぶりです。そうっすよね。はい、とっても前にあのライフという NHK のコント番組でご一緒させていただきまして、はいはい、とっても前ですね。それなり何年前ぐらいでしたっけ。結構経ちますよね。 3,4 年は経ってるんじゃないですかね。そうっすよね、うん、はい。でもあのご一緒するコントもそんなにたくさんあったわけじゃなかったような気がするので。そうですね、はい。なんか思えもんのコントで、そうですね、はい、長谷川さんがジャイアン的な感じだったりとか、はい、なんかそういうのは、二郎さんがあのスネオ的な、はい、ありましたね。ありましたね。で、それ以来全然お会いできてなくて、はい、そうですね、うん、そうなんですよ。で、はい、あのなんとなく僕が、いつだっけ、2019年からインスタグラムを始めまして、はい、で、あ、お二人もやってるんだということで、はい、その後フォローさせていただきまして、ありがとうございます。で、あの、フォローし、仕返していただきまして、最初気づかなかったんですよ。あれと思って。そっとして、すみません、そっとしてたんで。いつまか。いや、で俺誰かに言われたんですよ。あ、そうですか。フワちゃんに言われたんですよ。ああ、フワちゃんも僕のファンだから、そう、あるかもしれないですね。で、だから、うんうん、なんか、なんであんたフォローされてんのみたいな。いいなみたいなこと言われて、え、そうなのって言って言われて、そこで気づいたのを覚えてます。なるほど。はい。羨ましがられて。そうですか。はい。それで。フワちゃんさんとは仲が良いんですよね。なんかその、もともと、うちの奥さんが仲良くて。あ、はい、はい。はい。で、うんうん、もうその、今みたいにバーンって行く前から、ちょこちょこ会ったりしててって感じで。まあ売れるだろうなとは思ってもいましたけど、こんな売れると思ってなかったんで、うん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 、ちょっとスピード緩めた方がいいんじゃないかって一回言ったんですけど、はい、今はもうそうっすよね、オールナイトニッポンもやってますし、そうです、はい、そうですよね、やってますから。あ、そうか、そういうきっかけでしてくれたんですね。はい、ありがとうございます。本当そうですよ。でもあの特にこうやり取りをするわけでもなく、なんかしばらく時が経ち、あの勝手にこっちのその僕の番組のオールナイトニッポン会議で、はい、あのそのスペシャルウィークとかにゲストに来ていただく人誰がいいかなみたいな話をした時に、なんかシソンヌのお二人をいつも挙げさせてもらってて、なんかなんでなんか特にこうなんかやりたいことありますかって言われるんですけど、特になくて、あのなんかその鑑賞用として、いや違う見て目の前に二人ちょっと並べて、目の前で見て一人でフリートークしたわけじゃないですか。それはもうだいぶ異常だと思って、見ててだいぶ異常ですよね。僕ら喋んなくていいですか。違うんです、あの、はい、なんかダラダラちょっと喋りたいなって、ありがとうございます。ちょっと思ってまして、ゆっくりお話しする機会ないんで、そうなんですよね、はい、ライフやってた時もなんかあんまりたまりとかでもお話ししてないような記憶があって、コント自体やっぱ一緒にあんまなんなかったんで、そうですよね、たまらなかったですよね、あんまり。そう確かに なんかあの時って二郎さんがなんかこう一人であの室さんの室町とかに出てたりとか、あれも結構ロケでしたもんね。なんていうか、そうですね、外だったような外でね、出待ちだったから、はい、あとはその長谷川さんはそんなに多分俺絡んでなくて、あのなんかインタビューするコーナーみたいなのありましたよね。トークの企画コーナー僕よく呼んでもらってたんですよ。天の声的な感じでインタビューで、だから直接話すっていうのがほとんどなくて、なかったんですね。あの時ってどんな感じでライフは望まれてたんですか。あの時ってまだキングオブコントって、はい、優勝はしてましたね。あ、そうか、した後だったんだ、はい、そうだそうだ。でもレギュラーっていうわけじゃなくて、うんうん、なんか僕的にはもうお試しで呼ばれてるっていう。はい、そうかそうか、そうだったんですね。そうですね、あの当時は多分、うんうんうん、今でこそ二郎はしょっちゅう出てますけど、あの頃はたまにだったっすね、はい、結構あの僕もライフ出してもらってる時はゲストの方がすごいいっぱいいて、毎回必ずゲストの人がいたりとか、ね、はいはいはい、あとは芸人の方もそのチョコプラさんも、そうですね、チョコプラも出てたっすね、はい、だからそういう感じでこう僕はあんまりそのなんていうか、どちらかというと役者チームっていうか、西田直美さんとか、はいはいはい、あのそっちのこうチームにいたので、こう時折こう芸人さんが来ても
なんかこう遠くから見るみたいな感じで。確かにあんまり芸人と絡んでるイメージなかったっすね。そうですね。そのコント内で。あと、そうでしたね。だから、どんな感じだったんだろうと思って、その、ライフっていう番組、いつもは、その、シソンヌのお二人は、こう、はい、定期的にコントライブをやられてて、はい、で、テレビでも、こう、ネタ番組とかに出られてて、で、ああいう、こう、なんていうの、ダチョウが、内村さんのダチョウがいて、はい、それに参加するみたいな感じって、どんな感じだったんですか？ああ、でもやっぱ、コント番組って昔めちゃくちゃやってたじゃないですか。そうですね。今でもほとんど、まあ、また、ここ1、2年で復活しましたけど、うんうん、あの当時ってやっぱライフしかなかったんですよね。しかも、レギュラーな感じでやってるのってもほとんどなかったですよね、はいはい。はい。で、あのセットじゃないですか。めちゃくちゃセットすごいじゃないですか、コントセット。そうですね。だからやっぱもうほんと、食らいついていく感じでしたね。うんうん、ああ、なるほど。ここにはちょっと出といた方がいいなっていうのは思いながら、そうだった。出てましたね。番組唯一だったんで、そうっすね、はい、でも僕の場合なんか企画が多くて一、うんうん、人でキャンプ行ったりとか、あった懐かしい、まだキャンプ流行る前さ、そのキャンプがありましたね、はい、キャンプやったことないのに一人で野に放たれて2回ぐらい行ったんですよ、しかもありましたね、はい、あのスタジオで V を見た記憶がなんとなくあります、そうだそうだ、全部その現代のそのなんか機器を全部奪われて自分で野草摘んで食ってとかなんかそういうの全くやったことないのに行ってたりとかして、そうか、まあそういうロケとかもほとんど行ったことないかったので、なるほど、はい、そうですね、それ楽しかったですね、やっぱり、はい、そういう意味でもいろんなことをやらせてもらったなっていう、なるほど、ね、はい、番組したね、シソンヌのお二人って二人とも、東京 NSC なんですか？そうなんですよ。そうですよね。はい、出身はそれぞれ違って、はい、NSC で出会ったという感じなんでしたっけ？はい、まさに。で、もともとお笑いを やりたいなっていう感じだったんですか？はい、そのお二人が。そう、まあなんか、やりたいって気持ちは子供ながらにあったんですけど、うんうん、まあやれるわけないなと思って、あ、そうだね、意外と冷静な自分もいて、一回なんか就職したりとかそういうのあったんですか？僕は1年ぐらい、あ、へー、地元で工場で、あ、そうだったんですね、はい、あのパートのおばさんたちを仕切る役やってたんですね、へー、はい、じゃあなんていうかちょっとこうなんだろう、仕切る立場まで行ったっていう感じですね、はい、そうですね、みたいなのやってたんですけど、なんかどっかまだ引っかかっててっていう感じで、勢いで若さがあったんで、若かったんで何も怖いもんなかったんで、上京して上京してって感じですね、はい、二郎さんはもともとなんていうかコント劇団的な感じでやってたって聞いたんですけど、はい、それは NSC に入る前にやってた、入る前ですね、お二人とも今43歳ぐらいなんですけど、はい、僕40で、はい、僕高校演劇ずっとやってて、はい、でその後フリーで役者をやり始めたのが2000年ぐらいからで、はい、でそのコント劇団っていうか、どのあたりの、それも東京でやってたんですか？東京でやってましたね。へ、はい、そのもともと劇団に入ってたっていう感じでもなかったんですか？その劇団の中からこう割とコントグループ派生するみたいなのってよくあったと思うんですけど、ははは、そんな感じではなかったですね。なんかもともと少人数でやってるとこに入ってみたいな。そうなんですね。はい、その頃ってこう僕が高校生の時から小劇場を僕は見始めて、はい、で、その時に大人計画とか、はい、そういうの見始めた、ジョビジョバとか、まだ鈴なりとかでやってた頃に見たりとかしてて、はい、で、あとは、なんだろう、ネコニャとか、あと、はい、懐かしい。懐かしいですよね。あの、ブルースカイさんのネコニャとか、はい、猫のホテル、はい、拙者ムニエルとか、あ、懐かしいですね、見たりしてました、そういうのって衝撃場的なお笑いが結構特化してたような、はいはい、確かにちょっとお笑い系の劇団みたいなの多かったんですよね、あの時代結構ムーブメントがすごくて、はい、その早稲田のドラマ館っていうところでちっちゃいとこがあって、そういうのを見に行ったりとか、はい、なんか結構1500円とか2000円ぐらいでこう見れたので、お金なくても見れたんですよね、はい、そういうのでこう出たりとか、見たりとか。出るのはもう全然本当、もう全然そんな人たちに届かない。もう本当自分たちだけでやって、友達しか見に来ないみたいな。自分でこう DM というかこうハガキを送って、はいはいはい、それの元々のなんかこうモチベーションというか、例えばなんか
なんだろう、あんまりその、まだインターネットが全然発達してなかったと思うんですけど、うん、その頃僕は、なんか、演劇ブックとか見て。はいはい、僕も演劇ブックです。あ、本当ですか？オーディション情報を見て。そうそうそう、見てた見てた、はい。やっぱそうですか、はい、毎月買ってました。へぇー。あったなー。ありましたね。はい。ひたすら買ってましたね、本当に。そうっすね、はい。確か2ヶ月に1回かなんかで。どっかからか2ヶ月に。最初毎月だったんですけど。そうですよね。そうだそうだ。売れなくなったのか。2ヶ月1回なったと思います、確か。そうでしたね。だから、あとその頃は演舞ゼミっていうなんか学校みたいなのでき始めて。はいはいはい、そんなのもあったっすね。そうですよ。なんかそういうのに入っ、なんか入って、なんか講師が結構その頃の小劇場のなんか主催の人が松尾鈴木さんとか宮沢京さんとかなんかそういう人たちがいて、へえ、そこからコネ作ってみたいなルートと、はいはい、あのルートですよね。そうですね。あと、あのなんか、オーディション情報見てとにかくいろいろ受けるみたいな、はいはいはい、なんかそういうところからや、じゃあ受けたりしてたんですか？そのまあやっぱオーディション行くまで勇気がなくて、たまたまそのバイト先で一緒だった人が連れてってくれたお芝居がその僕が入ったコント劇団だったんですけど、それがすごい面白くて入ってみたいなと思ったんですけど、なんか名前とか聞いてみてもいいですか？いや全然知らないです。イポックっていう、あ、知らない銀座小劇場とかでやってたんですけど、あ、そうですか、はい、で1年ぐらいバイトしてて演舞、まあ、毎月のように見てたら、はい、あのメンバー募集でそのイポックっていうのが募集してて、はい、あ、これだったら見てるし、見てて面白いなと思ったし、行ってみたいなと思って、あ、なるほど、そっからですね、それで、それが21ぐらいの時です、多分。ああ、そうですか。はい、じゃあ、98年とか9年とか。そうですね。はい、そうですね。そうですか。全然ならないぐらいですね。いやー、僕は、なんだっけ、東京タンバリンっていう劇団とか、なんかそういう小劇場の高円寺あたりでやってた、ところの人たちのオーディション受けたりとかして、はい、あと小林博さんって人はコントサンプルっていうのをやって、小林博さん僕も行ってましたよ。マジっすか？行ってました？オーディションに？オーディションないですけど、ライブいつも見に行ってました。そうですよね。ワークショップとかもあったし、すっごいちっちゃいとこでやってましたよ、ね。はい。へえ。なんか久しぶりに僕も言いました、小林。事故の子ですね。そうそう、事故の子で小林。小さい小林じゃない。そうですか。はい、そう、あの頃やっぱそのぐらいのなんていうかその個人の子。なんかなんかユニットコントみたいな。やってましたよね。ナイロンで、寺さんとかも、なんか、いろんな人集めてとか。ね、見てちょろちょろとは言ってましたけど、自分も。うん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 、その、小林さんの集まりは届かなかった。やっぱ、同じ時代に見てるんですね。やっぱそうですよね。世代的には。まあ、ちょっとは違うけど。その時に小林さんが、その、面白いと思ったやつが出るライブっていうのを、うん、下北のどっかの劇場見に行ったんですけど、その時東京ダイナマイトさんが、あ、出てて、衝撃受けたんですよ。こんな面白い。コントとか、コントやるもんね。こんな面白い人たちいるんだと思って。まだ全然売れてない時で。多分オフィス来たのにも入ってないと思ってた。入ってない頃ですか。あれに出るってことは。確かに確かに。はい。なんかあの頃、その、僕もその、拙者ムニエルとかを見てて、その、駅前劇場とかで、その、なんていうか、客席が、本当にその、みんなもう頭をこう、もたげて、もう、息できないぐらい笑うみたいな瞬間が結構あって、なんかその、あと、猫のホテルとかも、もう、そう、もう、本当にその、死ぬほど笑うみたいな、なんかそういう経験をよくしてて、だからあの頃まだその、結構、演劇とお笑いが結構密接だった頃っていうのは、なんかちょっと境がそんなになかった頃のような、はい、その僕が今所属してる大人計画の、はい、松尾さんも昔、その、ぬくみずさんと、やってたんすもんね、はい、花と小箱っていうコントやってて、はい、その、で、冗談画報出たりとか、はい、なんかそうやってテレビに出てコンビとして出たりとかって、ね、なんかそういうのもありましたよね。そういう時代でしたね。僕も、バイト先にそういうのが好きな人がいて、それこそ、そうですか。大人計画とか、ナイロンとか、まあその辺の拙者やムニエルとか、どうしても演劇ブック買う人だったんで。うん。それを見て。演劇ブック買ってる人、そんなにいないんですけど、その人はなんかそういうのすごい好きな方で、うんうんうん、で、シティボーイズもその人に連れてもらったり、その辺、その人がいろんなの教えてくれたんですよ。その芸人になりたいですってバイト先で言ってた時に、うんうんうん、今考えたらマウント取られてるだけなんですけど、大人計画知ってるみたいに言われて、いや、知らないっすね。見といた方がいいよ、つって。お笑いやりたい、コントやりたいんですよ、って言われて、ああ、まあはい、みたいな。でもすげえ衝撃受けて、いや、わかる。僕もそうでした。高校の時に先輩が大人計画知ってるみたいな。はい、今見てないとやばい。あ、いや、言われたんですよね。はぁーっつって見に行ったのが、なんか、まあ、死日記ってやつだったんですけど、初演だったんですけど、ちょうどファンキーってやつをやった後で、ファンキーはちょっと見に行けなくて、
で生で初演を見て、はい、でその後ドライブインカリフォルニアっていうやつ知ってます？はい、知ってます。そう、なんかそういう、あと工藤さんがウーマンリブっていうのを、ね、1回目とかから僕見始めて、はい、でファンになって、その時はまだお客さんだったんですね。全然お客さんでした。だからトップスとか、はいはい、スナイとかの前ですっげえドキドキしながら、高校生だったんで、周りにあんまいなくって、高2とかで、大人気学見てる人が、怖い人たちばっかりみたいな、やっぱなんかその当時のカルチャービンビンな人たち、すげえ坊主にピアスめっちゃつけてる人とかいっぱいいて、アンテナ高そうな。そう、アンテナ高そうな。そう、そうなんですよ。だから、あ、それあとあれです、ごめんなさい、ちょっとなんかそんな話ばっかりであれなんですけど、スチャダラ2010っていう、宮沢明夫さんがその昔やってたコントみたいなことをもう一回やろうって言って、はい、なんか演芸劇場でやったのが確か98年とか99年ぐらいで、はい、なんかその頃オッホっていうなんか劇団のなんか人とか、はい、あとは三岸聡さんとか、はい、あといろんなその工藤さんも含めてなんか作家の人集めてコント公演やったみたいなのがあったんですよ。でそれがちょうどなんかシアターテレビジョンみたいなので CS で演劇がやっとなんかチャンネルみたいなできた時で、はいはい、それがビデオで、回ってきて、はい、でそれを見てすコント超面白いと思って、はい、僕高校でなんかコントやり始めてみたいなのがあって、だからなんかそういうのもあって、シティボーイズがお好きだっていうのも見たので、はい、僕もシティボーイズ小学生の時からずっと見てて、小学生なんかワウワウでやり始めたぐらいからちょうど親が入ってってくれてて、はいはい、それ見てたんですね。思いっきり影響世代っていうか、はい、そのスティーブ・ボイズさんのはその実際に見に行ってたんですか、その世代的には。何見に行ったっけな、一回だけですけどね、その人に連れてもらって。そうですか、はい、いや夜音とかでやる前あたりですかね。なんか僕はノットファウンドを、あ、生で見てます。はい、ヒャー大阪で、大阪の短大に行ってて、あ、はいはい、その時にシティーボイズを知ったんですよ。それはなんかその先輩とかから知ったっていう感じだったんですか？青森から一緒に京都の大学行ってる友達が一人いて、はい、で青森から関西まで行くやつなんかもうほとんどいないんですよ。そうなんですか。だからもう週末そいつといつも遊んでて、うんうんうん、そいつがもうサブカルアンテナもうビンビンのやつでやっぱいるんすね。そいつがもうシティボーイズ知ってるかって言ってでそれこそワウワウでダビングしたビデオとか貸してくれて、で近鉄劇場でやるけど行かないかって言って、それを19の時に近鉄劇場で見て、でもう衝撃受けて、そっからもうずっとシティボーイズばっか見て、で東京行ってシティボーイズになりたいなと思って上京をしたんですよ、20歳。いやそうですか、はい。いや僕もそのなんかなんとなく日常にシティボーイズがあって、はい、その親が好きで、はい、それでビデオで録画したのがずっとあって、はい、鍵のないトイレとか、 はい、あとそのなんだっけ、愚者の代弁者東へとか、はい、なんかそこら辺のも、あとノットファンドも、ノットファンドぐらいからは能動的に、はい、もう今年もやるんだみたいな感じで見たいって言って、あと音楽がめちゃくちゃかっこよかったので、そうとか、あとはなんだろう、コネリアスとかそういうのも含めて、あとファンタスティックプラスティックマシンとか、はいはい、ありましたよね。懐かしい、懐かしいぞ。なんかそういうのもあって、でそれですごい調べて分かる人いるのかな前もユウさんがゲストに来た時にその話して、ユウさんもともとラジカルで参加してたから、ね、どうだったんですかあの時みたいな話をしてするラジオなんて全然大丈夫ですそうですよね。だからなんかそのなんかそうだ、そういうのも含めて、バナナマンさん最初に見た時も、なんかシティボーズみたいと思って、そしたら大倉さんが大好きでみたいな、なんかそのセットの感じとか、箱椅子で、白い箱椅子で、スーツ着てやるみたいな、なんかそういう感じあったじゃないですか。だから組み立ての時、最初は僕らも衣装を買うお金ないんで、最初の頃はだからスーツの一式だけはお互い持ってたんで、ユニフォームにするつもりじゃなかったんですけど、どのコントもスラックスにワイシャツでやった。いや、でも、今考えると恥ずかしいですけど。いやいや、でも、そういう、はい、なんか制約じゃないですけど、そういうの中で やっても、なんか、よりかなんかかっこいいみたいなイメージありましたよね。はいはい、なんかそうね、雰囲気出たらいいなっていうのでやってたっすね、そういえば。それで、でもその、ちょっとこう、コント劇団的なところから、心機一転というか、
お笑いをやろうっていう感じで NSC に入ったのって、なんか気持ち的にどんな変化があったんですか？僕はもともとお笑いはすごい好きでずっと見てて、うんうんうん、でまあやりたいと思ったきっかけはシティボーイズなんですけど、はい、その自分のコント劇団やりながらも自分らの公演だけじゃ拉致開かないから、インディーズのお笑いライブのネタ見せとかに行ってたんですよ、その舞台に立つ経験として、はいはい、でその時にそのちょうどそれが羽飛びとかがドーンってきた時 で、はいはい、で秋山さんとか調べたら同い年で、うん、同い年でこんな今テレビ活躍してる人いるんだと思って、でやっぱこれ今のままじゃもう拉致開かないなと思って、うんうんうん、自分が面白いかどうかもちょっとやっぱ分かんなかったんで、それを判断するのには NSC 入って、うんうんうん、ダメだったらつまらないっていうことでもう諦めようと思って、その覚悟を決めになんか行った感じですね。なるほど、こうまあ、その学校的なところに入ってみて、はい、そのジャッジされる場に行くっていう、はい、人目にさらされるのも含めて、はい、ああなるほど、いいですね。なんかそこで出会ったっていうのもなんかそうですね。でもじゃあだから出会った頃にやっぱスティーブ・ボーイズの話とかしてなんとなくこう打ち解けていくみたいな。見てたものは一緒だろうなっつって、あれ見たこれ見たっつって、あの大人計画のこの間あれも行ってきたよとかそういう話から多分。すぐにはコンビ組んでないんですよ。あ、そうですか。最初普通に友達でいろいろ話してて、うんうんうん、で、相方が一人でネタ見せしてるのとか見て、うん、なんとなく俺もそういうの好きで見てたんで、あ、やりたいことわかるけど、それじゃしんどいぞと思いながら、この吉本でそれは無理だぞって見てたんですよ。ツッコミないやつだったんで、ピンで。そっかそっか。はい。なるほど。で、そこでちょっと一個ガイドの俺のツッコミ入れるのどうだっていうような感じで。へぇ、最初はそんなような話をしながら。さんからなんとなくこう、そういうふうに。そうそうそう。へぇ、に近いですね。結構いろんなやつに声かけられちゃやってたんですよ。うんうんうん、うん。で、それがもう面白くないやつにも声かけられても一緒にやってたんで。あ、なるほど。じゃあ本当にもういろんな人にさらされようっていうか、ね、試してみようみたいな。断れなくてやろう。年下の子たちに声かけられると。やっぱ26だったんで、二人とも。結構 NSC の中でおじさんなんですよ。うん、大体みんな22とか18とか、19、23とか、そのぐらいの子僕が多いんで。そう、じゃあ、ちょっと中途半端なんですよ。26ぐらいで入ったってことですか。でも確かにそう考えるとかなり後の方ですよね。そうです、はい、遅いと思います。本当に江戸晴美さんがいてくれたんで僕らが霞んだんですけど。なるほど、はい。みんなあっちに行っちゃうんで、いじり行っちゃうんで。でそれで結構目立ってなかったんですけど。でそういうの見ながらちょっとこう、うん、なんとなく疲弊してるのを見てって、その滑っていってどんどんやりたいことと違うことを。なるほど、そっかそっか。でも多分ネタ資料書いてるんですよ、うん、でも全然その横の二人が言うこと聞いてないとか、うん、意味理解しないままやってる感じのやつとか、どん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 こう、あ、疲れてきたなってところですっとこう。どうだ、一緒にやる、俺とやらないかって。いや要は弱るのもあってさすがですね、はい。なんかこう釣りっていうか、ちょうどこう泳がせて、そう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 、疲れてきたところ、はい、疲れてきたところ、さっと上げるみたいな。はい、ああ、そうですか。まあ、仲良かったんで、いろいろ話はしてたんで、それもあって、あとバイク通学だったんですよ、二人だけ。へ、なんでそれもあって、なんか最初、でも最初、今こんなですけど、最初の頃はジローの方が社交的 で、うんうん、めちゃくちゃいろんなやつに話しかけてきたりとか、俺が隅っこで一人でいると、これなんとかって面白いやつだから、ちょっと、マッチングさせてくれるんですよ、いろんなやつを。あと人を、この人面白いから一緒にやってみたらどうみたいな。とか、一緒に喋ったらいいよみたいな感じで、バン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 マッチングしていくんですよ。途中でからこいつなんで急に辞めたんだろうと思って社交性捨てて。いや、社交的じゃないこともないと思うけどな。いや、ねえよ。社交性どんどんなくなって。長谷川さんといると、長谷川さんが全部喋るから。いや、違う、俺以外の時もそうじゃん。一人の時はまだ、あれ、まあ、一人だけやってるけど。うんうん、サービス、最初俺よりすげえサービス精神上がったのに。そうですか。急にどっからタイミングで辞め出したから。おい、辞めないでくれよと思って。あと自分、なんか変なやつも連れてきたりとかしてたやな。そう、僕ほっとけないんですよ。なんか暗いやつというか。なんか一人でポツンとしてるやつを。そのお兄さん、年齢もあって、そう、年齢もあれなんで、そうか、もう上京してきて、お笑いの養成所入って、うんうん、18で一人って、もうちょっとかわいそうじゃないですか。うんうん、そうですね。確かにな。なんかその上京してきた人の気持ちもわかるし、はいはい、田舎っぺなんで、それで一人ぼっちみたいなの見てらんないっていう。はい、いい人だな。ジローと飯食い行くと、知らねえ18歳の子が4、5人いるんですよ。4、5人もすげえ連れてくるんですよ。18の子多かったよな、長島君のさ、うん、あの子。高卒の高卒の子がやっぱ多かった、尖ってるやつも好きなんで、尖ってるやつ連れてくるんですよ。へ、あ、そうだ、あったらそれも懐かしいですね。
話してると思い出しますね。そうですよね。じゃあその頃は結構じゃあもういろんな人話しかけて、はい、長谷川さんもでもそういうタイプだったんですか？いや僕は最初あんまりやっぱ友達できなくて、であんまりこうみんなとも仲良くできなかったんですけど、まあまあ二郎が結構、まああと二郎はやっぱネタ見せ一人でずっとやってたんで、やっぱああいう場でネタ見せれるやつってやっぱヒーローになるんですよ。やっぱ当たり前ですけど、やっぱみんななかなか前出れないんで。そういうのは、じゃあ、自由っていうか、ネタ見せ行きたい人が行ってくるよう、エントリー制で。だからもう1年通って1回もネタ見せしないで終わるやつなんかいっぱいいるんですよ。そうですか。結局前に出る勇気がなくてっていうの。そうなんですね。コミも組めずにみたいな。へぇー。その中でやっぱ、ジオさん、ジオさんってみんな近づいてきてる。慕われますよね。中、なんか、僕もなんかアピールしないと、ジローと組みたいって言ったところで、ね、無視されちゃうなと思ったんで、なんか一個授業でユニットコントの授業があったんですよ。それ A、B、C、D ぐらいまでくださったんだっけ、もうちょっとしたら、まあ、分かんない、D ぐらいまであって。その A、B はランクなんですか？ランクっす。あ、ランクなんだ、はい、厳しいんですね。1回目の授業で見て、その先生が振り分けて、ジローも一発目から A にいたんですよ。で僕一番下にいて、で、午前中から授業始まって、A の人たちは夕方ぐらいに授業始まるんですよ。どんどんこう、コマが上に上がっていくんで。なるほど。で、僕も朝の10時ぐらいから行ってて、ここで、頑張って若い子たちを、に、とにかくボケさせて、全部俺が突っ込むからみたいな、とにかく好きなボケしろみたいなことで、好きなボケさせて、それ、専門ノックみたいに。当時、あの時多分ね、羽飛びかなんかでやったやつをまんま俺やったんだと思う。なるほど、はい。それで、それをやって、その日のうち一番上まで上がったんですよ。すごい。え、一日で上がれるもんなんですね。で、僕らだけだったんですよ、それやったのが。で、各クラスで面白かったチームを次の授業に残すっていうので、それで全部上がってって、その日の一日で。そしたらもうみんなの見方が変わってくれて。そうですね。はい。で、そこでなんとなく自信つけて、で、すぐに二郎と組まず別のことやったりとか。なるそこで初めてなんとなくこう。じゃちゃんとこう、はい、なんだろう、友達だからっていうわけでもなく、もうちゃんとこう、実力っていうか、そういうのも、自分でつけつつ、さすがになんかアピールしなきゃなっていうのを。へぇー、はい。そういうのありましたね。なんていうか、すごいちゃんとしてますね、二人とも。なんかいやもう人として。その、人としてもそう。言ってたのもあったんでっていうのもあるかもしれないですけど。そっかそっか。はい。なんか勢いでとかっていうよりも、なんかこう、ちゃんと、なんつうです、向き合ってるっていうか、いろんなことにちゃんと向き合った末の出会いだったんですね。出会いっていうか、その、はい、コンビ組むっていう、まあいろいろそうっすね。僕より相方の方がいろんな人と組んでたんで、僕は何組かしかやってないんで、はい、二郎さんはこういろんな人と組んでみて、まあ、その長谷川さん的に疲弊してたように見えたって言ってて、でその後こう長谷川さんと組むっていう時にやっぱ違うなって感じあったんですか、長谷川さん。もともとでも入る時にツッコミ上手い人と組みたいなと思って、はいはい、NSC 一人で行って、うんうん、じゃあもうボケをやるんだっていうのはもう、はい、決めてたんですね、はい。で、やっぱ、長谷川さんが一番ツッコミ、その当時、クラスの中でも圧倒的に上手かったんで、で、歳も一緒で、普通に友達だったんで、なんかまあ、組むのは必然というか、そんな感じは。でも、なんていうか、こう、自分から組もうみたいな感じは最初なかったんですね、じゃあ。でも。そうですね、長谷川さんもその最初結構すぐ、他の人とやってて、僕も一人でやったり、他の人でやったりしてたんで、なんとなくお互いのコンビが別々になったタイミングがあったんで、その時に、はい。なんか昔は社交的だったっていうのがいいですね。でも必要に迫られてっていうか、そのやっぱり後輩がいっぱいいるとみたいなのはあるんですね。だからなんか捨て犬たくさん拾ってきちゃうみたいな。あ、なるほど。うちじゃ買えないよみたいな。ほっとけない人だったんですね。はい、そうなんですよ。それでコンビを組んで、なんていうかその頃ってネタ番組とかってありましたっけ？そういうのか、ライブの方が多かったですか？で、番組、やっぱり番組のオーディション受けたりとかっていう方が多かったんですか？でも、ほんまにオーディションも卒業した後ぐらいは、荒引き団とか、レッドカーペットとかが、ショートネタの時代ですね。はい。はい。そうでしたね。はい。ショートネタの時代があって、いましたね。1分のネタの時代だったんで、まあ無理なんですよ。そっか、そうですよね。なんていうかもうシティボーイズだって、まあ、そういうのが好きだったりとか、長めのコントですもんね、いつもね。なんなら、フリーで1分使ったりしてるタイプだったんで。そうですよね。1分ネタでも。でね、これはどうするってなって。それはこう、でもガンガン出ていこうっていう感じだったんですか？いや、頑張っていこうみたいな。まあ、ネタ見せのメールがいついつネタ見せ行ってくださいっていうのが、吉本から来たら行くみたいな感じで。
じゃあちょっとこう合わないからやめようっていうよりもとりあえず行こう。とりあえずそうですね。あ、なるほど。はい。で、見てくれてる方たちも、うん、リアクションは悪くないんですよ。うん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 、ただなんかこうどう使ってやったらいいんだろうとか、あ、なるほど、そのレッドカーペットの方もなんか匂いはしてるんだよなーってずっと言ってくれるんですよ。はい、今もお世話になってる方なんですけど、すごい僕覚えてて、うんうん、いやなんかいい匂いしてるんだけどどうしようかなーみたいな、とか日テレの人もなんかチャンスはくれようとしてなんかいろいろ呼んでくれたりはしてたんですけど、うんうん、なんかこう出るところまで至れなくて僕らが、はい、でなんかこうしてるうちに。アラビキ団に最初引っかかったのかな？最初出たテレビはアラビキ団、うん。あ、そうですか。ですね。最初だったんですね。はい。それを1分に直してくれた作家さんがいて、それでいけて、自分たちはこう、あんまりうまく1分に直せてなかったところを、なるほど、ちょっとこう、直してくれる作家さんがいらっしゃって、それで、東野さんが面白がってくれて、そっから3、4回出たよね。うんうん、もうちょっと出たかな？もっとじゃない？もっと出たか。うん、売れたと思いましたね。うん、アラビキ団にハマって、うんうん、で、当時アラビキ団すごい人気で、そうですよね。なんかアラビキスターカレンダーみたいなやつが、うんうん、アラビキ団の携帯アプリでダウンロードできたんですよ。うん、その1月のカレンダーが僕らになってて、うんうん、僕その時もこれ売れたと思ってカレンダーにだってなってるもんね。それ知らないでしょ。アラビキ団のサイト知らない。知らなかった。1月のカレンダーになったんですよ。ガラケーの頃でしょ。ガラケーの時。ガラケーでしょ。ガラケーの時。知らねえわ。もう自分でダウンロードしてたから、うんうんうん、これも絶対売れたと思ったら、結局その1個のパッケージにもう囚われすぎちゃって、そのネタのシリーズでずっとやってたら、もうどんどん尻すぼみしてっちゃって、もう何にもなんなかったですね。そうか。はい。いや、でも、アラビキ団はいまだに言ってくれる人いるもんね、アラビキ団で知りましたって言ってくれる人も多いんで。あれで東野さんにやっぱ知ってもらえたっていうのが、大きいですね、はい。僕も見てましたもん。はい、そっから面白がってくれて。単独ライブもほぼ毎回は東野さん来てくれて、あ、そうですか、はい、1年に1回の楽しみ一つに入ってるって言ってくれて、いやー素晴らしい、はい、ありがたいですね。そうですか。そこからなんか変わってきた感じがちょっとずつこうあるっていう感じなんですか。その例えばそれこそキングオブコントだったりとか有吉の壁だったりとか、結構でもやっぱそのなんか泥水飲んでる期間は長かったですね。うん、あ、そうです。その後はい、その後はもう本当にただ毎月吉本のライブ2、3本のライブ出てる、出てバイトしてみたいなのがもう、そうですか、長かった。5年ぐらい、あ、そこから5年あったんですね。はい、はい、そうですか。からあって、なんだろうね、きっかけでも一番大きいのはやっぱ優勝が大きいですね。やっぱそこからだいぶ変わったんで、優勝の前から食えるようになったんですよ、やっと。あ、バイトしなくてもいいぐらいから。細川徹さんの舞台に、8年、僕らが8年目ぐらいの時に呼んでいただいて、そこで吉吉さんとか。男子は黙ってなさい。はい。そう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 。皆川さんとかと一緒になって。なんかその辺からちょっと風向き変わってきたんですよ。なんか、あ、なんか自分が見てほしいと思ってた人に見てもらえてるんだなっていう、その、お笑いの方じゃなくて、そのちょっと舞台系というか、演劇コント系の人たち。で、そこで知り合った制作の方と、牛山さんっていう方と、ライブ一緒にやりましょうってなって、今の形の単独ライブを立ち上げて、で、その年、その立ち上げた次の年にキングオブコント優勝したんですよ。あ、そうですか。早かったんです。面白い。そっから優勝を目指そうっていう意味で始めたところもあったんですけど、意外と、スルッといけて、わーみたいな。なるほど。はい。わ、じゃあ、そうです。しかも、細川さんが関わってるとはって。そうなんですよ。そうですか。でも、細川さんは僕らのこと知らなかったみたいで。その芸人誰か。っていうか。はい。芸人誰出しますっていうので、牛山さんが僕らの写真見せたら、まあ、いいんじゃないみたいな。細川さんっぽいな。顔だけ見てなんか。単独ライブ。変な潜在だったから。単独ライブ見に来て、ああ、いいや、つって。これでいいです、つって。細川さんっぽいな。はい。細川さんっぽい。そんな感じですよね。はい。なるほど。はい。そうですか。いや、素晴らしい。なんかすごい、なんかいろんな謎が解けました。なるほど、と思って。ちょっと特殊っすよね、本当に。いや、本当に。でもなんか、はい、なんだかわかんないけど、その、長谷川さんが、昔、その、はい、二郎さんになんとなく感じてたような、なんかその、やっぱり、何か同じものを見てきてるんじゃないかっていう、はい、なんか、空気を僕は勝手に感じてて、見てきたというか、そのなんていうか、それこそその、演劇とか、そういうカルチャーの方向を、それは本当に謎が、とても嬉しいです。まさにそこです。じゃあちょっとですね、この後ちょっと、質問とかも読みたいとは思いつつ、ちょっと一旦 CM 挟みまして、この後星のブロードウェイ、ジローさんが脚本を書き下ろしてくれました。本当にありがとうございます。じゃあこの後、
3人でやります。はい、星野源のオールナイトニッポンをお送りしております。今夜はシソンヌのお二人とお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの、はい、質問が来ておりますので、ちょっとガンガン読んでいこうと思います、はい。ラジオネームゴーヤーマン3号、事務所的に答えづらかったら申し訳ないのですが、すごい気遣いだ。お二人の好きな味噌汁の具を教えてください。どうでもいいですよ。何にもやってないですよ。競合も何もないですよ。いや、ちょっとね、やっぱなんか、はい、なんかセンシティブな話だなって。センシティブでも何でもないです。なんかありますか、好きな味噌汁は。うなんだ。コンビニのやつと、はい、ちゃ、その、コンビニのやつ、家庭のやつと違うんですよね、僕。カップ、お湯入れるやつ。お湯入れるやつ。カップのやつと。はい、ああ、じゃあ、ぜひそれぞれ。すいません、細かいですけど。うん、カップの方は僕、長ネギが。いいですよね。やっぱ長ネギ外せないし。あの、ブリッとした大きい長ネギが美味しくて。確かに、あの、フリーズドライの、はい、独特の食感ありますよね。あの、ちょっと、ふにゃっとした感じといい、はい、あれがすごい好きで。なるほど。はい。で、実際のお味噌汁で好きなのは、はい、やっぱ、豆腐わかめってシンプル。これやっぱり外せない。切るんでお願いします。わかりました、はい。ありがとうございます。いただきました。はい、二郎さんは僕一番好きな味噌汁何かって言われると、やっぱ、地元でにいる時に飲んでた、タズの味噌汁っていうのがあるんですよ。何ですか、タズって。タズってあの飲んだ一回、地元ではタズって言って何のことか分かってなかったんですけど、はい、大人になってから見たら、多分タラの白子なんですよ。白子なんですよ。へ、高級味噌汁ですよ。高級ですね。それでも普通にあの夜飯とかで出るんでしょ。はい。うまかった確かに。それが一番好きですね。そうですか。それタズって言われたら分かんないですよ。タズの味噌汁。タズの味噌汁。初めての答えです。すごい。確かにないですからね。なかなか。ありがとうございます。フリーズドライでもやっぱ白子ないですから。いや、なさそう。その白子の意味がなくなるっていうか。あの戻らなそうですよ。あの食感ね。良さが。全く。そうですか。カズの味噌汁はなかなか出ないですからね。そうですね、はい。あ、湘南の恵子さん、はい。普段どんな音楽を聴いていますか。何聴いてますか、ね、前川さんはレコード収集が趣味というのは。昔、それこそまあそれも時代ですよね。やっぱこう、うん、田舎者の東京とか、あの、都会に出る理由で、うん、あの当時はね、DJ とダンサーが7割ぐらい占めてたんですよ。いや、ほんとそうです。そうだったんですよ。すごいわかります。で、多かったんで、うん、そういうのもあって、なレコードとか聞くんですけど、だいたいヒップホップが多かったっすかね、やっぱり。うん、はい、今も。海外の方、ね、海外の方が多くなりましたね。日本のやつもちょろちょろ聞くっすけど。今も聞いてます。今も、はい。聞いて、うん、だでも古いのばっか聞くようになっちゃったりとかして。ああ、逆に。昔のまた戻って聞いたりとか。何年代ぐらいのが。やっぱ90年代で自分がちょうど聞いてた頃の。あの、僕も完全にその世代なんで。あっちの音、最近の新しいやつかっこいいですけど、ちょっと暗いのが多いんで。確かに。ずっと聞いてるとちょっと。そうですね。はい。ちょっと低音聞く、なんか曲調も暗いし、なんか低いのが、音が多いんで、ね、ちょっとなんか重いなってなって、昔の、はい、やっぱり。メローな方向ですか、ちょっとアッパーな方ですか、その、好きなのは。あの、昔の方の、その。でもメロー寄りですかね。あはい、あの、昔のトラック、ちゃんとあの、はいはいはい、サンプリングしてる系が好きなんで、まああの、ちょっとソウルとかの方のレコードもサンプリングしてるのも好きですけど、はいはい、ちょっと、
ゆっくりめの方が。なるほど。はい。もうおじさんになってきたんで、多分そっちが耳馴染みがいいというか。やっぱり2パックとかを、はい。たまに聞いちゃう、やっぱ聞いちゃうんですよね。聞いちゃいますよね。はい。なんかあの、ね、NWA だとか、パブリックエネミーとか、もうほんとその頃の、うんうん、今見たらジャケットとか出せなみたいな思うのも、あれがまたいい。それがいいですよね。いいですよね。かっこいいですよね。はい。それがまたいいっていう、はい、感じですね。ジローさんは僕何でも聞くんですけど、うん、何多いかって言うとやっぱハードロック。あ、メタルとかハードロック。そうかそうか。そうなんですよね。はい。人間椅子。人間椅子とか、ね、メタリカとか。あ、メタリカ好きなんですね。はい、あの、すみません。当番組の、その、ディレクター野上っていうのが、もともと学生お笑い出身で、コンビ組んでて、はい、でそのコンビ名がメタリカ。絶対につけちゃいけないやつ。まんまつけちゃう。まんまつけちゃうタイプのやつ。ちょっともじるんですけどね。そうです、はい。全くもじらずに。あの、なんていうか、そのグループの名前ダメですよ、ね。ダメですよね。ブランジとかそういうのはわかるけど。はいはいはい、はい。ジャンルはいいですけど。ジャンルの、ね、コンビ名はわかるんですけど。まんまつけてやってたんですね。そうなんですよ。すごいな。それはあの、ある意味あれですか、その周りの学生をバカにしてる感じだったんですか。メタリカも知らねえだろうっていう。とがりで、はい。お前らメタリカも知らねえだろうっていう、その、そういうのじゃなくて。あ、そこまで気持ちでつけてそこまで入ったら怖いなと思って今。そうですね、はい。あ、じゃあ割とこう、ハードロックの方ですか、でもメタリカっていうそうです、ハードロックですね。うん、そうです、そうです。学生時代、あの、ギター持ってないのに、うん、ヤングギターとか買ってたんですよ。リングベイ・マルムスティーンとか。リングベイ・マルムスティーンとか。乗ってる。はい。ああ、なるほど。で、ね、あの当時から、うん、あの、今もバーンとかヤングギターとかあるんですけど、はいはい、あの当時から表紙になる人変わってないんですよ。ハードロック界って。え、まだイングウェイ表紙やってんのとか。わかる。それがすごい好きなんですよ、なんか。そうっすね。もう多分、いつ見ても変わんないです、あの、チリチリの髪の毛で、はいはいはい。スタイルが変わんないですよね。そうですよね。もう、とわに終わらない。終わらないですね。いや、まあ、すごい。そうか、なるほど。もしねえな。だからそのシステムおもろいな。その当時から先に僕も進歩してないですけど、あれを超えるギタリストって今出てきてないですかね。 あの人たち確かになんかそのギターヒーローみたいな人全然やっぱ生まれにくいですよね。なかなか確かに。もう俺もそうですね。布ベッテンぐらいで止まってますもん。そうですね。布ベッテンコート。布ベッテンコートぐらいで止まってますよ。今でも見ますもん、うん、ヌーノの一人引きのやつ。あ、もう見ます、ドキドキするんですよね。すごいですよね。はい、本当に。早引き好きなやついたな。もう練習したな。な俺そのちょうどミスタービッグとか、はいはいはい、エクストリームとかが高一の時に、はいはいはい、ちょっと前に出てて普通にあのスコアとかでも全然出てるみたいな。はいはいはい、だから変えたし、変えましたね、みんなで回し見して頑張ってトゥル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 って。トゥル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 サイレンみたいなあれ何だったんですか、ね、今考えると全然できないっていう。僕もだからギター持ってないのにポール・ギルバートの譜面持ってますやれねえだろ。好きすぎて。でも読めないでしょ。読めないですよね。意味わかんない、ね。意味もタブ譜とかも、はい、番号振ってあるけどみたいな。はい、ギターは持てばよかったじゃん。なんで持たんだったの。よくある。いや、ギターは買わなかったっすね。いや、なのに譜面だけ買ったの。譜面だけ買ったよ。変なやつ。青森で変なやつ。これがあの、いや、やっぱ世代的にも非常に。一緒っすね、やっぱ。その辺は。いや、俺もなんかやっぱそういうギターとかちょっと特殊な形だったりとか、はい、なんか色、不思議な色してたりとか、はい、なんかすっごい欲しかったですもん。真紫とか。なんか流行ってましたよね。それこそ、フライング V とかもすげえみんな好きで。ね、はい。フライング V って響きだけ覚えてましたもん。そう好きなやつがいて、早弾きの、その、でもすげえダサいやつだったんですけど。でもギターだけは大好きで。ギターはね。ミサビックとか、そこで貸してくれるんですよ、自分。だからそっちのロックなんかちょこちょこは聴いてたんで、うんうんうん、多少分かりはするんですけど、うんうんうん、はい。それやっぱり、いろんないましたね、だから学校に。確かに。ポップのやつも、ダンスのやつもいれば。確かに。ロックのやつもいれば。あれ、僕らの場合は、あの、メロコアってのも流行りやしてた頃ですね。そうですね。ちょうど、もう完全にそうですね。で、ブランキーとかね、そっちの方が好きなやつもいれば、みたいな。なんかこう、面白かったですけどね、そいつらから情報もらって、こういうのもあるよって返して、こう、なんかこう、お互いブツブツ交換で情報していくみたいな。確かに。なんか、本当に、いろんなのが混在してましたね。混在してましたね、本当に。確かに、はい、僕もちょうど、その、ハードロック的な方向から、エアジャムがやり始めて、はい、ちょうど、ハイスタがすごい流行って、
で、僕はどちらかというと、ハードコアの方にちょっと行って、あの、なんだっけ、スーサイダルテンデンシーズとか、あ、懐かしい。好きで、あとは、あれですよ、ね、なんだっけ、あとはその日本の、イースタンユースとか、なんかそういうのがすごい好きになったりとか。イースタンユースレコード持ってますわ。あ、そうですか、レコードで、CD じゃなくてってこと？レコードも当時流行ってたんですよ、そのパンクロックのとか、メロコアのレコードもちょろっと出すんですよ。なるほど、ね。で、それがみんな欲しくて、僕らもな、高校だったんですけど、名古屋まで帰ったりとか、うん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 、はい、してましたね。ちょっとレアになってて。レアになって、スカコアとかね、そういうの、メルコアとか、フルーティーとか。フルーティー。フルーティーわかる？フルーティーの CD がもうめちゃくちゃレアで。そう、わかるわかる。フルーティー未だに俺あの、アップルミュージック入れるんですけど、出てこないんですよ、やっぱり。出てこない、出てこない。あ、フルーティーまで入んねえかと思って。そうですか。ハスキングビーまで行ったらいけねえかなと思って。行けないか、フルーティー無理か、つって。見に行ってました。ライブとかだからめちゃくちゃ行ってたんですよ。できるとフルーティー大好きだった。その僕の周りで一人しか持ってなくて、その CD を。うんうんうん、で、そいつに聞かせてもらって、MD に撮ってもらって。わかります、わかります。僕も完全にそうでしたね。フルーティー超好きでした。自分では持ってなくて、はい、なんかのスプリットの。スプリットの曲に入ってたんですよ。そう、2曲だけしかないとかね、あったんですよね。そうなんですよ。懐かしい。いやー、懐かしい。懐かしい。だから未だに持ってますよ。ハイスターとかポッドショットのその一応レアな CD とか、届いてあります。一応全部捨てないで。ライフボールとか、ね。あ、そう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 。取っといてありますよ。めちゃくちゃ取っといてありますよ、未だに。素晴らしい。でも貴重ですよね、マジで。はい、なんかやっぱりなんか今サブスクに上がんないのとか全然あり、ね、いや、そうなんですよ。だから、バックドロップボムのやつとかも。うんうん、あ、ブラフマンの初期のやつとかも取っといてあります。ブラフマンとバックドロップボムのなんかスプリットありますね。ありました。それも取っといてあります。全部取っといてあります。ブラフマンに関しては俺7インチのレコードも取っといてあります。マジっすか。はい。一回、としろさんに会ってな。うんうん、あの時、俺、すげえ嬉しかったんですけど、ジローが謎の絡まれ方してて、ちょっと怖かったです。シャさん酔っ払ってて、あ、ずっとジローこうされながら。首のあたりを捕まえて。隣で何かあったら言ってくれよ、とか。としろさん怖い。体もできるし、怖いなと思って。ね、感動しました。のね、世代の人たちはみんななんか魅力的だし、でも多分こう、なんか近寄れないっていうか。いや、なんかそうですね。いま、ね、だに、やっぱり、懐かしいな。フルーティーのそのボーカルの斉藤さんが後に Your Song is Good っていうグループを組んで、はい、あ、そうなんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。で、キーボード弾いてて、で、僕はその、あのレベルカクバリズムっていうのを、はい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 、で、そこに酒ロックで入って、そういう流れがあるんですね。そうなんですよ。だもうその辺は終えてないんですよ。あ、そっかそっかそっか。はい。でもそうですよね。もうこう、ハードコアっていうか、メロコアとかでもスカコアでもなくなってて。なくなってて、そうですね。それで聞かなくなっちゃっててっていうのもあって。そうそうなんですよ。で、フルーティーの復刻をその角張りさんって人がして、CD にしたりとかしてて。そうなんですね。ステフィンレコードだったかなって。懐かしい。そうですよね。いや、懐かしい。僕まだ未だに聞き直します、ね。そうです。藤田しか持ってなかったんですよ。藤田藤田ってやつが持ってて。藤田がそれ自慢してくる。はははは欲しくて本当に、いいですね、はい、懐かしいですわ。イングベイ・マルムスティーンとフルーティーの、はい、話はもう最高ですよ。誰が知ってんだよって話してますよ本当に。いや俺が知ってます。どっちも通ってた、ありがとうございます。こんな話ができるとは、はい、いやいや世代のおかげですね。本当っすね。またここにみちょぱいたらぼーっとしてるだけで終わります。おじさんが何言ってんのって。そうっすね。いや本当に、でもちょっと反応は見てみたいですけどね。そうですね。ついてきてくれないでしょ、なんで気遣える子でも。じゃあ、はい、そんな目はそんな3人で怪物戦の3人が心を一つにしてお送りするこのコーナーやりたいと思います。星のブロードウェイ特別公演、脚本シソンヌ二郎。リスナーからドラマのストーリーを募集し、当番組作家が脚本にして、私、星野源と、まあ、通常的にはスタッフのみんなが、ブロードウェイに立ちてっていう夢を抱きながら、心を込めて演じるコーナー、星野ブロードウェイです。今夜は特別公演、脚本を二郎さんが書いてくれました。ありがとうございます。はい、本当にもうありがとうございます。オファーもらった時どうでしたか？この、急に。あ、でも。書いてくださいみたいな。以前やったやつの台本みたいなのを見せてもらったんですよ。はい。うんうん、で、あ、なんかそんな難しく考えなくても良さそうだなって、そうですね、思ったんですけど、そうですね、書き始めたらなんか僕止まんなく、あ、いや、なっちゃって、めちゃくちゃ長く。いや、本当に、ちょっと過去最安ぐらいの台本の長さになってて、いやいや、
でもなんていうか筆が乗ってる感じがあるのかなって嬉しかったです。はい。そう、でも過去にね、こう、ま、通常は当番組のスタッフが書いてるんですけど、ゲストさんが来られた際に大倉さんが書いてくれたりとか、はい、であとは根本修子ちゃんが書いてくれたりとか、あとはあれですね、あの野木明子さんが書いてくれたりとか、そう、だからどんどん豪華になっていて、その中の、もう、お一人として、二郎さんにもう、もう、もうコントですよね、だから。すいません、緊張しちゃうっていう、なんか、ちょっと正直過去一の緊張感がありますね。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。そう言われると、俺も緊張します。でも気楽にやっていただけたらと思って。そして、あんまり緊張されると映っちゃう、まあ。なかなか普段ないとは思うんですけど、はい、笑っちゃったりとか、ちっちゃい声でツッコミとか普段僕したりとかしてるんで、はい、そういうのがあっても全然大丈夫ですし、はいはいはい、なくても大丈夫なんで、ご自由に喋って、はい、自由にしていただければと思います。はい、じゃあ、ちょっと、鼻かんでいいですか。ちょっと、そうですね、空気の流れよくしときましょう。整えましょう。整えましょうね。はい、整えて。いや、じゃあ、ちょっと、そう、このコーナーですね、まあ、通常っていうか、いつもぶっつけ本番で、やるというコーナーなので、今回もそういう感じでね、やらせていただきます。なんか丸とかつけます？大丈夫ですね。大丈夫ですね。なんか書き込んだりとか。あ、大丈夫ですね。自分のところはちょっと何分ぐらいかね。点をつけて。ね、何分ぐらいか。10ぐらい？ 10 ないと思うんだけどな。うんうんうん、10ない、ないか。一応読みやすいように行間を開けて確かに多分6ページぐらいで済むと思うから本詰めてたらでも長谷川さんと星野さんはちょっと大変だと思うので喋ることで、ね、楽しんでいきたいと思いますはい、はい、それでは、星野ブロードウェイ特別公演でございます。あ、そうだ、その前にね、一応配役発表というのがいつもありまして、なるほど、タイトルは、天才画家諸星一でございます。はいはい、キャスト発表します。はい、諸星天才画家星野源、はい、一応天候的な感じがあるんで、はい、すいません、大久保ディレクター長谷川さん、はい、猪俣さんでいいですね、これはね、はい、漢字的には、いや、じゃあ、猪俣整体師二郎はい。ちょっと女子バレーボール部が一人ちょっと混ざってました。すみません。だいぶ後ろの方から。はい。女子バレー部の人だったんですね。はい。じゃあどっか行ってください。演劇部の人だけにしてください。これ今演技。はい。はいでどっか行くな。体育館でやってんの俺ら。ありがとうございます。じゃあそれでは、この本当三人きりです。三人きりで。やっていきたいと思います。星野ブロードウェイ特別公演。脚本は、志尊の二郎さんが書いてくれました。天才画家、諸星はじめ、開演です。はじめまして。テレビ日本ディレクターの大久保と申します。諸星さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそ。でも、私なんかの密着をして見る人いますかね？何をおっしゃるんですか？今世間が一番注目してるんですよ。天才画家、諸星はじめ。いや、うちの局長もね、もうお喜びで。そんなそんな。でも嬉しいな。ありがとうございます。あ、カメラずっと回りっぱなしですけど、お気になさらず。努力してみますね。はい。では、昨年 SNS に上げた家族という映画瞬く間に話題になって大ブレイク。この現状をご自身はどう受け止めていらっしゃいますか？ほんの一年前まで世間が私の作品に注目することになるなんて想像もしていませんでした。以前は暗い絵ばかり描いていたので。確かに、素人の自分が言うのもなんですけど、諸星さんが世間に注目される以前の作品を見させていただいたんですが、今と全く違いますよね。色彩もより鮮やかになったというか、個人的には、懐疑的な鳥や箱詰めの歌といった古い作品も素晴らしい作品だとは思いました。いやいや、打作ですよ。40になって作風が変わったんですよね。今までは絵と向き合いすぎていたというか、自分に寄っていたというか、自分が自分の絵の一番のファンだということに気づいたんです。それでいいのかなと。もっと軽い気持ちで絵と向き合おうというか、絵と向き合うのをやめてみたんです。そしたら世間の皆さんに知ってもらえるようになったんです。なるほど。絵と向き合うのをやめたことが今に繋がったと。はい。あ、ちょっと出かけてもいいですか？もちろんです。諸石さんの日常をこちらとしては撮影させていただきたいので。じゃあ、ちょっと支度しますね。はい。
ああ、そんなに画材を持たれて、アトリエに行くとかですか？まあ、そんなところです。諸星さんが作品を描いてるところなんて誰も見たことないですからね。それを見せていただけるんですか？はい。せっかくなんで。では、行きましょうか。はい。ここです。猪俣生態センター。え、生態ですか？はい。はあ。絵を描く前にまず体をほぐしてってことですか？去年から行き始めてすっかりハマっちゃって。ああ。こんにちは。ああ、諸星さん。こんにちは。あれ？そっちのカメラを持ってる人？あ、すいません。今日諸星さんの密着させてもらってるんですけど、撮影とかって大丈夫ですか？撮影？すいません。オッケー。ああ、いいんですか？一回ダメそうな感じ。どうぞどうぞ、好きなだけ撮って。あ、よかったです。ありがとうございます。猪俣先生、今日もお願いしていいですか？ああ、もちろんもちろん。じゃあ、ちょっと失礼しますね。あ、はい。画材を出して、ここで絵を描かれるんですか？はい。来月、立川のショッピングモールで個展があるんで、それ用の作品を描こうかなと。じゃあ、施術台にうつ伏せになって、ここに顔をはめて、キャンバスはこの辺でいい？見える？はい、見えます。あー、待ってください。筆持ちますね。あー、はい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 。準備 OK？ あ、はい。じゃあ、始めていきまーす。あー、凝ってるね。そうですか。あー、凝ってる凝ってる。はい、はい。おー、ここ凝ってるね。マッサージされながら描くんですか？はい。こうやって描くと普通じゃ出せないタッチが出せるんです。去年話題になった家族という作品も試しにこうやって見て、それを SNS に上げたら話題になったんです。ほぐれてきた、ほぐれてきた。今回の作品のテーマは何なの？桜なんかいいんじゃないかなと思って。ああ、いいね。そっちの左隅のところさ、もうちょっと色塗れそうだよ。あ、本当だ。はい。あ、いいですね。それどっちのいい？マッサージが？絵が？どっちもです。またまた。ちょっといいですか？何ですか？ちょっとすいません。今カメラ回してて思ったんですけど、これ諸星さん描いてます？どういう意味ですか？猪俣先生が描いてませんか？え？私はマッサージしてるだけだよ。絵なんか一度も描いたことないし。ああ。あ、すいません、なんか止めちゃって。あ、続けてください。はいはい。じゃあ、続けさせてもらうね。東京は桜が咲くのは3月だっけ？そうです。猪俣さんのところは4月ですか？そう、4月末くらいかな。あ、その右上さ、もうちょっとピンクにしてみようか。はい。ほら、今。え？じゃなくて。え？今、猪俣先生がピンクにしてみようかって言って、諸さんもはいって言いましたよね。はい。これ僕の目から見ると、猪俣先生が書いてて、諸星さんがもうペンなんですよ。ペン？私が？あ、いや、だからそのペンというか、その筆ですね。あ、これ撮ったところでこれダメだ、流せねえわ。なんでですか？いや、もし仮にこの映像流したら、視聴者は同じ感想を抱くと思うんですよ。これ、猪俣先生が書いてるよなって。でも、筆を握ってるのは私なんですよ。筆を握った諸星さんをでかい筆みたいに扱ってるのはこれ猪俣先生なんですね。そんな馬鹿げた話がありますか？いや、あるんですよ、実は。私が画家で、はい、猪俣先生は整体師なんですよ。まあまあまあ、それはそうなんですけどね。話し込んでるところ申し訳ないけど、ちょっといいかな。なんですか？絵だけ完成させていい？ほら、言っちゃった。ほら、自我がほら。画家としての時間が出ちゃってるから、これ、絵描きとしての。もうちょっとで出来上がりそう。もう出来上がりそう。自分の作品。描いてるのは私です！いや、そう、いやいや、よく言えるな。それも。いや、じゃあ、わかりますよ。映像的にはすごく面白いものが撮れたんですけど、これ、諸星さんの、密着ではちょっと流さない方がいいと思います。なんでですか？やっと世間が私の才能に気づいてくれたのに。うん、そうだ！猪俣先生が映らないように撮ってくれればいいじゃないですか。絵を描いてる私の部分だけを流してください。そしたら問題ないでしょう。ちゃんと向き合えよ！え？最初、諸星さんの取材してこいって言われて、去年話題になった家族って見せられて、もう正直ゲバ吐きそうになったよ。また大衆がなんとなく最低だけのものを取材しなきゃいけないのかってよ。
でもな、一応諸井さんのこと調べて、昔の作品も見せてもらって、驚いたよ。俺は芸術のことなんか全然わからない。でもな、あんたが絵と真剣に向き合って描き続けた作品は本物だと思った。さっきあんた言ったよな、絵と向き合うのをやめたら評価されるようになったって。俺苦しかったよ。こんな才能あふれる人間にこんな苦しいことを言わせてるなんて。で、さっきの絵を描く一連の過程を見せられて、いや、おかしくなりそうだわ。すいません、好き勝手言っちゃって。いいえ、もう一回真剣に向き合ってもらえませんか。いいんですかね、自分の世界に浸ってて。それが見たいんですよ、俺たちみたいな一般人は。あなたは外に出てこなくていい、俺たちがあなたの世界に出向きますから。大久保さんのおかげで目が覚めました。この一年私は何をしてたんだか。諸星はじめという人間を知ってもらうきっかけにはなったじゃないですか。今騒いでる大衆はいずれいなくなると思いますけど、本当に諸星さんの作品を素晴らしいと思った人は一生好きでいてくれると思いますよ。そうか、それでいいんですよね。そうですよ、予期せずいいドキュメンタリーが撮れました。え、ここも流すんですか。はい、この流れならさっきのマッサージのところも使えそうですから。恥ずかしいな、やっぱり使わないでもらえませんか。いやいや、そういうわけにはいけませんよ。あ、あと立川のショッピングモールの個展は絶対にやらないでください。そういう人じゃないです、諸星さんは。そうですね、表参道の古民家にします。そうそう。あの、はい、話し込んでるところ申し訳ないけど、ちょっといいかな。はい。今日はもう絵描かない。お前マッサージしてろ。星のブロードウェイ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、いかがでしたか。作者の二郎さん、いかがでしたか。いや、でも思ってたよりなんか面白く、もっとなんか変になるかなと思ったんですけど、すごい楽しかったです。すいません、自分で書いておきながら。いやいや、ありがとうございます。どういう風に聞こえてるのか。リスナーの方にはこれが。そうか。俺ら G 見てるし、世界わかるけどね。うん、耳だけでどう。いや、すごいわかると思いますよ。でもわかると思いますよ。そうですよね。普段のやつはもっとよくわからない異次元に行ってしまう時もあるんですけど、いや、こんな、ちょっとなんか、ちょっとこう上質なものをやらせていただけるとは。さすがですね。さすがですね。上質なんですけど、うん、相方の出方はやっぱ志村さんでしたよ。完全に志村さんって大体同じ出方してくるんですよ。やっぱその志村さんであるっていうのはこう、はい、なんていうか、それは意識的というか、こうな、もうなんかそうなっちゃ う自然とでしょ。刷り込まれてるんですよ。だと、ね、自分が子供の時から見てるから、若い女性たちがいる中で、ちょっといいかな。本の時点でもう俺は気づいてましたから。出る場所も志村さんっぽいですよ。最初俺と星野さんでやってっての、ね、振りがしっかりあってからの。さすがです。やっぱ染みついてんだなっていう。いはい。ちょっとでもなんか初めてでした。普段は笑い声とかをこうちょっと入れちゃう、って入っちゃうんですけど、はい、なんか今日はなんとなくこう笑い声は入れちゃいけないっていう雰囲気が、なんかちょっとあって、こう。ちょっと久々にこう笑いを我慢するっていうのをちょっと味わわせていただきました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ぜひね、感想メールなど来週ね読めると思います。来週違う、再来週読めると思いますので、ぜひ送ってきてください。気になります、ね、いや、どうぞ。シソンヌのお二人ってこういうラジオコント的なものってやったりはしてるんですか。だから、それこそ本当にラジオに呼んでもらった時に、ちょっとコントしてくださいっていう時にやるぐらいで、あんまラジオ用みたいなのを書いたりしたってことないです、ね。そうですか。ぜひやっていただきたいです。ババアの罠でもぜひやっていただきたい。ババアの罠では、ババアの罠であんまやってないんですよ。確かに。フリートークですもんね。フリートークでずっとやってますから。はい、ラジオ局的に RKB でやられていて。そうなんですよ。そうですよね。いや、だから先ほど、うん、
来て、うん、外で待たせていただいてる時に、はい、スポンサーさんの数すごくて、もう俺はうちゼロだから。あ、そう。はい、こんなつくもんなのと思って。今一社いるじゃん。あ、一社いるか。ブレ、真っ黒のやついるから、そんな、スポンサーいないなんて言ったらダメだよ。いないようなもんだ、あれ。もう秒で終わったらしいよ。え、もう終わったの？終わったよ、あれ。ずっとじゃないよ。ずっとじゃないよ。まあそうよ。なんかだってわざわざ撮ったじゃん、なんかあのビッチみたいなやつもなんか、うん。でもあれも期間限定らしい。あ、そうなんだ。最近ね、期間限定の多いですしね、なんか。いや、それはありがたいですよね。またね、俺と日本全体でね、はい、その、はい、なんかやっぱあるとは思うんですけど、はい、その提供的なのは。ね、いやー、そうですか。で、ぜひやってください。なんか、やっぱりなんか、改めて、やりながらではあるんですけど、そのお二人の声もそうだし、二郎さんの声でどんな人かをすごい想像するので、顔が出てくるて。衣装ってどんな服を着てるかみたいなところも含めて、施術台がどんな感じとかすごい出てくるので、ぜひラジオコントやっていただきたいですね、個人的には。多分世代的にも親世代が聞いてた、はい、スネークマンショーとかを聞いてない世代だと思うので。はい、スネークマンショー聞いてましたね。それもなんかうんうん、バイト先のサブカル先輩が聞かせてくれましたね。あ、はいはい、やっぱり、はい。そうですか。ビルビンのやつとかすげえ覚えてますもん、ビルビン？スポンスポンみたいなやつ。スポンスポンって、ね、メガネ言ってくみたいな。すげえなと思って、考えて、やっぱ音を、そうですよね。ラジオコントをちゃんと全部フルに生かしきってやってるなと思って。うんうん、すごいなーって思いまだに。半ツボのやつがすごい気持ち悪くて好きなんですけど。あ、そう知らないで、ちょっと今のコンプライアンス的にはすごいダメだよね。結構いっぱいじゃないですか。まあまあ、そうですよね。シーフォーイズのコントとか、今はもう絶対流せないみたいなやつがあると思うんですけど。いやー、でぜひはい、シソンヌのお二人のラジオコントをちょっとぜひ、ちょっと見させて、聞かせさせていただきたいと思っております。はい。じゃあそんな感じで、一旦 CM、はい、やらせていただきます。りょうさん、脚本ありがとうございました。いやありがとうございました。皆さんありがとうございました。ちょっと引き続きお付き合いいただきます。星野源のオールナイトニッポンをお送りしています。今夜はシソンヌのお二人とお送りしています。よろしくお願いします。お願いします。質問メール届いております。はい、千葉県、ポテトになるはずだった芋、はい。シソンヌさんのネタで、不動産屋さんのネタの好きになっちゃうってやつが好きなんですが、あのネタはどうやって思いついたんでしょうかと。僕も大好きで、時折普通にお風呂とかでやっちゃうんですよ。好きになっちゃうっていうのを時折言いたくなるんですね。すごく大好きです。あれ、どうやって単独でやったっけ？そもそも。最初は単独なんですか？最初とはそうです。もともとは福屋の設定が一番最初で、あの女の子が試着しに来て、で、合わせるたびに、あ、好きになっちゃうって服投げちゃう。服を投げ捨てるっていう。何からマジで何から作ったあれでも何からそうなったのかっていうのが分かね、確かにあれ気づいたらやってたね、あのキャラクターは、うん、へえ、大体ネタ最初の頃作ってる頃はよく相方が、はい、小道具から作ったりとか、あ、そうですか、ありましたし、小道具が例えば目の前にあってそこから広げるとか、そうそうそう、アイディアを広げていくみたいな、あったりはしてたんですけど、あれに関してはなんだっけ、多分でもその好きすぎて逆にダメっていう、なるほど、のをネタにしようと思って、それを多分好きになっちゃうって言って、放り投げるとか、パソコン閉じちゃうっていう風に、しようって思ってやったんだと思います、多分。キャラの方が後出しじゃない？あれ確か。そうなると。なるほど。設定というか、その、なんか、はい、その、ストーリーの条件みたいなものが一個あってっていうような。はい、じゃないかな。普段はこう、ジローさんはやっぱ家って書いて、稽古場的なところで合わせるみたいなことが多いですか？そうですね。なるほど。うんうんうん、いつも考えてるもんなんですか、ネタっていうのは、その作る。なんかこう、例えばその、僕の場合だと、曲作りはまあずっとしてるわけではなくて、なんかこう、よし、作るぞって思わないとあんまできないタイプだったんですけど、二郎さんはどうですか？でもネタ、台本にしようとするときはやっぱその向き合わないとダメですね。うん、よし、書くぞっていう。書くぞっていう。ああ、なるほど。でも多分、ミュージシャンの人とかもこう、普段街歩いててもなんかこう多分、うん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 、脳みそがもうその作りになっちゃってるじゃないですか。うんうん、探しちゃうみたいな。それは多分、
あると思うんですよ。ずっとなんか面白いものをもう自然と探しちゃってるみたいな。ネタを探す、あの、なんかメモったりとかそういうのはあるんですね。はしますね、メモとかは。で、その場でこう、で、稽古場で合わせて、はい、さんもなんかこう、こう、こうしようとかっていうのはあるんですか、うん、こう、合わせていくみたいな。合わせながら変わったりはしますね、うん、意外と。そうですね。はい、舞台美術さんに道具用意してもらってからまたボケがどんどんそのセット作ってもらってから、そこのセット使ったボケとかもすごい。なかったボケやって突っ込んでとか、振り入れてもう一回やらせたりとか、なんかそういう感じに最近はなりつつありますね。で広がっていってっていう。はい、ちなみにそのアドリブみたいなのってあるもんですか、そのなんていうか、と、まあ、それこそ、その稽古場でも、やっていく中で、その、たまたま突っ込んじゃって、たまたまボケが増えて。あ、あります、あります。それをもう、もう入れちゃおうみたいな。はい。そういうのはあるんですね。あります。前はなかったんですけど、ここ2年ぐらい ?3 年ぐらいでちょっと。めちゃくちゃやりますね、今も。前はやんなかったんですけど、意外と。そうですか。へぇー。2人でライブやりすぎて。そかそかそか。ちょっと飽きちゃった。47都道府県ツアーとかも2年間やってて、2人だけでもう、100回ぐらいライブ年間出したりしてたんで。飽きちゃって本人たちが。お互い刺激求めちゃってなんかこう、みたいな。そっか。なるほど。なんかやってくれよの空気もだめられますし、俺も。そっかそっか。なんかやって、やりそうだなの空気もありますし、はい。楽しいですけどね、それがまた。楽しそうですね。はい、すげえ、ありがとうございます。なるほど。じゃあ、長谷川さんへの質問です。はい。東京都ひなさん。はい、長谷川さん、もう中学生のおグッズのゲスト会、はい、不本意かもしれませんが最高でした。不本意では全然ないですけど、素晴らしいツッコミの応酬、はい、最高でした。今後源さんがゲストでおグッズに呼ばれた時、呼ばれないよ。あれツッコミの人が呼ばれるんだから。ワイプでもう中さんにツッコむためのアドバイスをお願いします。絶対出ないよ。いや、わかんないですよ。いやいや、僕断りますよ。そりゃそうですよね。断りますよね。さすがに。なんか、ニコニコしながら見ちゃうと思います。そうですよね。突っ込めずにいると思います。そりゃそうですよね。いや、でも本当、この、番組で、名前を出していただけて。名前出していただけて。で、別の仕事で、テレビ朝日行った時に言われました、やっぱ。はい、長谷川さんの回から、星野源さんが言ってくれたんで、TVer の回り方が尋常じゃないです。あ、よかった、あ、嬉しい。あ、よかったです。はい。で、それ言われて、いやいや、もう、それありがたいです。もう、星野さんのおかげですね、つって、いや、もう。っていう感じですね。まあ、アドバイスってこともないですけど、まあ、もう中さんにある程度僕ら免疫があるんで。あ、なるほど。コンビで普通にもう中さんのイベント呼ばれて、あ、もう本当におグッズみたいなことをやられてたんですよ、僕ら。ずっとやってて、はい、あ、じゃあもう。劇場でやってて、最初の頃は俺もなんか頑張って突っ込まなきゃいけないのかなと思ってガンガン言ってたんですけど、いや、これ、なんだろう。いい、このやっぱこう、なんでしょうね、足したり引いたり、特に引き算多めだなって気づいた時から、すごく、なるほど。いいリズムになったんで。なんで、あれに関しては、テレビっていうよりはもう本当に普段の感じですね。劇場でもずっとやってたようなやり取りなんですね。もう本当に、そんなに、難しくないというか、まあ、ただやった後に、仕事した感はね、ない番組でしたけど。そうですか、はい。テレビだったって言われると、大丈夫かなこれ、テレビで流すものなのかっていうのはやっぱ残る。それはもう、銀シャリ橋本さんも、小田さんも、帰り際にこれでええんかって書いてある。いや、最高です。はい。すみませんね。毎回見てますので。そうですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これお二人に質問。はい。部屋とワイダンと私。あ、いいタイトルですね。いいんですよね。いい名前ですよ。頑張った時の自分へのご褒美は何ですか？いいですね。これなんかちょっと、パーソナルな。急に。急にパーソナルな。おかしい。なんだ、頑張った時。ご褒美。ねえ。僕だったらその甘いものとかがすごい好きで、はい、お酒がそんな飲めないんで、飲んでわーっていうよりかはなんか食べ物に行っちゃう感じはありますね。そうなる。あとはそのシンセサイザーが僕大好きなので、はい、その購入したりとか、あとそのヤフオクとかずっと見てるみたいな、そういうのちょっとありますね。その購入サイザー。シンセサイザーなんですね。シンセサイザーって今もう作られてないものなんですか？あ、いやいや、その昔の、当時のアナログシンセサイザーで、今なんかめっちゃ複雑なのいっぱい出てるんですけど、なんかシンプルなやつですね。シンプルなやつですね。好きで。ああ、なるほど、はい、アクセスみたいなの。そう、アクセスとかっていうのだともっと今ちょっと、複雑にもうなってるんですけど。あ、なってるんですね。アクセスね。はい、懐かしいですね。好きでしたね。本当に。あ、でも、なんすかね、でも、なんだろうな
二人が話してないで一生懸命考えたんですけど、はい、何も出てこない。俺もその結構甘いもんも好きだしな。二郎さんはなんていうかその、なんだろう、これもうじゃ仕事が好きっていうか今やってることで、はい、チャージもするみたいな感じですか。そのそもそもすり減ってる感覚ないみたいな。でも。もうパチンコも行きたいとき。あ、そうですよね。なんかされるんですよね。はい、うん。なるべくだからそのストレスなく行きようとしてるんで。なるほど、うんうん。なんか我慢、我慢あんましないですよね。あー、それ素晴らしいですね。結構1日にご褒美2、3回与えてんなって。自分に対して。はい。あー。今日も食べたいもの食べましたし。うん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 。今日はどうしても町中華食べたいと思ったら行っちゃいますし。あ、素晴らしいですね。甘いものもご褒美とかじゃなくて普通に甘いもの食べたい。いや、それ一番与えすぎてるのかなと思って、はい。いや、でもその、なんでか知らないけど、その、はい、甘いものとか、その、例えばこってりしたものとか、なんかご褒美ってなっちゃってるじゃないですか。なんかはい、そう。普段食べないものとか、節制するものみたいな雰囲気になってるけど、確かにそれは普通に食べたい時に食べればいいっていうのが一番のストレスにならないかもしれないですね。そうなんですよ。なるほどな。結構平気でラーメンとかバンバン食うもんな、お互い。うんうんうん。ラーメン二郎も別になんか、うん、よし、京子さんみたいな感じで。いや、ないね。なんかもうフラットな顔。フラットね。ラーメン二郎食いたいと思ったら、もう、近くのラーメン二郎行っちゃうよ。そう、待って、二郎はっていうか、その今、名前を自分の二郎っていうタイプの人なのかなって一瞬思って、その矢沢的な方向の人なのかなって。急にここで二郎って言って。そのだから。めちゃくちゃ恥ずかしいし、それはないぞと。一瞬ちょっとあれと思って。このタイミングでそのブランディングが違う。ラーメン二郎。ああ、そうですね。行っちゃいますんだから。確かにそうだな。みんなみたいにね、一週間前からラーメン二郎に行こうとかないもんな。ああ、で、そこは節制してみたいなことじゃない。ああ、いうのがないんで、だいぶそうやって考えると、欲望のままに生きてる二人かもしれないですね。ああ、それでも一番いいですね。じゃあ、そんな、パーソナルな気づきをいただいたところで、気づきなんですね。お別れの時間です。最後盛り上がんなかったすいません。いや、何も出てこなかった、本当に。個人的には大盛り上がりだったんですけど。では、なんかその、はい、お知らせなどありますか？その、お二人など。来年、また単独ライブありますよね。はいはい、あります。いつだ ?8 月 ?8月に2週間ぐらい。2週間ぐらいまで。はい。ぜひ、日取りも決まってるはずなのに覚えてあげてください。場所どこでしたっけ？まあ、本田劇場で、ね。毎回、はい、前と一緒で、はい。はい。なるほど。ありますんで、ぜひ、皆さん、はい、来ていただけたら嬉しいな。っていうのぐらいですかね。うん、はい。わかりました、はい。あともうテレビなどね。ちらほら頑張ってるんで。出ていたりとか。応援していただけたらって感じですね。はい。あとはね、ババアの罠をぜひ。あ、ぜひ。いや、いいんですか。よそのラジオの話してて、すいません。いいんですか。あ、いいんですか。ガンガンしてるので大丈夫です、はい。ぜひ聞いていただけたら嬉しいなっていう。はい。はい、お願いします。これ、名前だけ言って何ってなると思うんですけどね。確かに。ババアの罠って言われても意味わかんないですもんね。いやでも、はい、はい、チェックしてみてください。お願いします。では、はい。これ、シソンヌのお二人のリクエスト曲をおかけしてお別れしたいと思いますが、はい。山口百恵さんのさよならの向こう側、はい。これ、どちらが選曲？これ私が。あ、そうなんですね。はい。なんか、なぜ？いやなんか、さよならっぽいな、最後っぽいな、マイク置く感じかなと思って。で、あと、純粋にこの歌が好きっていうのと。なるほど。はい。なんか、いい悲しさがあるんで、ちょっと、別れ感。深夜にちょうどいいかなと。はい。このまま皆さん、リスナーの方もスッと寝れるかな。なるほど。あ、ここでやっぱ本当だったら、フルーティーかなんか、ハートかけたいんですけど。ちゃ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 みたいな。はい、行きたいんですけど、そうですね。まあやっぱこう、リスナーの方に寝ていただくためにも。素晴らしい。深夜ですからね。深夜なので。いや、まさか、いや、フルーティー行けるんだったら、フルーティーでかけなかった。いや、まさかそんな。いや、ちょっと多分、日本ほど倉庫にはないかもしれないですね、CD が。そうですね。じゃあちょうどこちらの方が。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、その山口百恵さんのさよならの向こう側を聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございます。今夜のゲストは、シソンヌの二郎さん、長谷川忍さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんだろう、この充実感。楽しかったな。いろんなお話もできたし、星野プロデューサーも本当にありがとうございました。シソンヌのお二人、またぜひ来てください。ありがとうございました。お送りしたのは、山口百恵、さよならの向こう側でした。
は松村邦洋です。お聞きのオールナイトニッポンでは平日の毎日企業とタッグを組んで月替わりでコラボレーション企画を実施するコラボレートニッポンを放送中です。コラボパートナーは AK レーシング、ゲーミングチェアでおなじみの AK レーシングからの依頼は AK レーシングをもっと若い人にも知ってほしいということで、それを受けてお送りしているのがこちら。松村さん、これ知ってます？びっくりリクライニング選手権。さあ、この企画は若者の流行に疎い、ほんと疎い僕松村邦洋がびっくりするような最近の若者の流行を送ってもらい、そのびっくり度を背もたれが90度から180度まで倒せる AK レーシングの椅子を使って僕が判定します。この椅子があれば僕もね、受験勉強をもうちょっと頑張れたんじゃないかなと、びっくりすればするほど背もたれが大きく倒れるというシステムになっていますね。1ヶ月を通して一番びっくりする情報を送ってくれたリスナーには今僕も座っています。 AK レーシングの椅子をプレゼントですよ。これリスナーの方にプレゼントしますんでね。それでは早速、メールを紹介しましょう。こちらはラジオネームライブラリーさんからいただきました。ありがとうございます。松村さん、たまごっちブームが再燃しているのを知っていますか、ということですね。ああ、たまごっちブームってのは90年代僕がこれオールナイトニッポンとかやってる時代の頃ですよ。たまごっちがもうほんとみんなやってましたけどね。ほんと、最新のたまごっちは時計のように腕にはめるタイプ。あ、もう腕にタッチパネルを搭載しているため、頭を撫でたりして触ってコミュニケーションを取ることができるところまで進化してます。まあまあ次々とね、まあたまごっちはいいですよね。こう中で育てて、今年もあの錦蛇とかエミューとかね、あのね、いろいろなのが逃げたりしますけどね、これ困っちゃうんですよね。ペットはやっぱりね、最後まで面倒見るっていうのがこれ大事だなと思います。もう腕時計タイプが出てきてんだ。やっぱり周期的なもんですよね。あの昔のあのミニスカートなんかもね、世代変わるとまた流行ってたりね。うん。さあ、このたまごっちブームについては140度ね。うん、たまごっちが来てるってことすら全く知りませんでしたよ。このびっくりリクライニング選手権はまだまだ募集中です。この企画の詳しい情報はオールナイトニッポンのホームページからチェックしてください。それではまた明日、松村邦洋でした。星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン。この番組は、全農パールライス、日本電気ガラス、カジタビフリー、種の滝、エイブル、ブルボン、サミー、明治、ワンカップ大関、楽天カード、カントリーマームチョコまみれ、サイバー大学、以上各社の協賛で東京中大区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。星野源のオールナイトニッポンエンディングの時間です。この後3時からはクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロをお送りします。ゲストは呂布カルマさんです。さあ、来週の星野源のオールナイトニッポンは特別番組のためお休みです。代わりに漫才サミットのオールナイトニッポンをお届けします。そして再来週は今年最後の生放送、星野源アワード2021をお送りします。ベストジングル賞、名珍場面賞、星野ブロードウェイ賞、それぞれのノミネート、あなたが思う今年最高だったよという名場面などあったら、あと最高に変だったよという場面あったら送ってきてください。アドレスは現アットマークオールナイトニッポンドットコム、現アットマークオールナイトニッポンドットコムまで、懸命にそれぞれジングル賞、名珍場面賞、ブロードウェイ賞と書いて送ってきてください。選定作業に時間がかかるようなので、
12月22日の水曜日中にお送りいただければ野上くんが喜びます。そして星野源のオールナイトニッポン公式 YouTube チャンネルにて放送のダイジェストもアップしています。120分の放送を AD 落合くんが3分から5分にまとめた音声をお聞きいただけますね。というわけでね、今週は落合クイズなかったですね。なんで、まあ、ちょっとまたすごい、だってブロマイドだったじゃん。ブロマイドいっぱいあったから、またちょっと次回の収録放送の時にね、はい、いっぱいやりたいと思います。すごいクイズを用意してね、やっておりますので、よろしくお願いします。いや、しかし楽しかったな。なんかシソンヌのお二人と喋れて、あとなんかまあ世代近いのもあるけど、近いといってもやっぱ同世代でも話し合う人ってほとんどやっぱいないのでね、なんかこう見てきたものとか通ってきたものがね、こんなにも近いというのが分かって非常に嬉しかったですし、シソンヌのお二人ってやっぱ謎な部分もね多いので、なんかそこのこう謎のこう一端みたいなのが見れたのもすごい、あ、なるほどなと思ったし、いや、これからもぜひ楽しみにシソンヌのお二人の活躍を見ていきたいと思っております。さあ、それではまた年末お会いしましょう。星野源でした。また再来週。